はい、皆さんこんにちは、榊敦でございます。3時20分になりましたね。5月は25日の木曜日でございます。結局今日日経平均はプラス118で引けましたね。今ですね、ドル円はですね 139.566 というところですね。香港ハンセンですね、まあちょっとうにゃうにゃになりましたけども、18,716マイナス399というところに来ています。これね、明日までですからね、今週はどうなるんでしょうか。はい、ね、原油高いままです。 73.95 ドルウォンはと言いますと、じわじわじわとウォン安になっていますね。 1325.67 と、これちょっと怖い感じ、ドーンといきそうな感じしますね、この後ね。まあ、この1週間ぐらい頑張ってたような気がします、ドルウォンは。さて、あんまり関係ない、まあ関係あるか、ですね、アメリカがですね、この未だにですね、この話し合いがついてませんね。バイデンさんとマッカーシー下院議長ですね。米デフォルトは日本経済に大打撃、急激な円高株安化というタイトルの産経新聞の記事、これは昨日の20時36分に出ています。あのね、こんな記事が出ていても基本的にですね、あのアメリカがデフォルトなんかするわけないやんって、してもすぐに終わるし、いやそんなに影響ないやんと思っている日本人が大半だと思います。あの、なんかそういうふうに、そのなんかどう言いますかね、こう安心したいっていうか楽観的に見たいっていう人の方が多数派なんですよ、世の中の。2008年の10月でしたっけ、リーマンショックが起こった時にですね、リーマンブラザーズが倒産、うーんってみんな言ってます。よく覚えています、私も。ちょうどですね、私自分の会社をですね、人を何人か雇っていたんですけども、もう辞めようと思った時だったんですよ。もうこんないつまでもやっててもしゃあないし、ずっと赤字やしと。でこのまま続けていったらですね、赤字のだるまになって、いつかね、借金を背負って倒産しなあかんやんと。それが見えていたんでですね、やめようと思った時期でした。だから自分が一番苦しい時期だったんでよく覚えてるんですけども、あのリーマンブラザーズが倒産、ふーんと思いましたよ。それでみんなですよ、日本に関係ないねとかって言ってましたね。その1年ぐらい前からサブプライムローンっていうのが問題になってまして、でもそんなアメリカのね、貧乏人があの無理して住宅買うてんには日本関係ないやんって言ってたんですけど、実はですね、これは日本どころか世界中をですね、金融パニックに巻き込んだ事件になりました。今回もですね、たとえアメリカがですね、そんな1週間ぐらいデフォルトしても関係ないやんと、大半の日本人はそう思ってると思います。しかしどうでしょうね。あの小泉純一郎と言いまして、今の進次郎君がですね、活躍してますけど、その親父さん小泉純一郎はかつてですね、言うたことあります。政界にはですね、政治の世界ですね、3つの坂があるんです。上り坂、下り坂、3つ目はまさかというやつですね。そのまさかというのはですね、もしかしたら来るんちゃうかという気がしますね。米連邦政府の債務上限引き上げをめぐるバイデン大統領と野党共和党の協議は決着の行方が見えず、デフォルト債務不履行に陥る恐れが市場で高まりつつある。あと1週間ですからね、もう。米経済が混乱すれば、つながりが強い日本経済にとっても災害の火事とはならず、急速に円高と株安が進みかねない。新型コロナウイルス化から回復しつつある景気を一気に冷やす可能性があると。24日の東京株式市場の日経平均株価は続落した。今日はですね、わずかにこれ上がったです、118円上がりましたね。昨日は下がったと。米政府の債務は拡大を続け、上限見直しは第二次世界大戦以降で100回以上に達する。あの日本はね、債務上限なんか法律で決まってないんですよ。ところがアメリカという国は決めてるんですよ、いくらまでと。
要は簡単には国債発行はいくらまでと、まあ日本風に言えば1200兆円まではいいけどそれ以上出したらあかんとかっていうのは決まってるわけなんですよ。で日本は上限ございませんからもうやり放題でございます。ところがアメリカ決まっていてですね、その上限に来てですね、それを引き上げたことが過去100回あるという、てか前1年2回やってないかお前らという世界ですね。デフォルト危機は2011年に起き、直前で上限引き上げ法案が成立したが、米国債の格下げが行われて市場が混乱した。今回デフォルトの X デーは6月1日とされるが、これはっきり決まってるわけではないんですよ。アメリカの財務長官のイエレンさんがそういうふうに言うてるだけなんですね。本番もうちょっと長いかもしれません。多分早めに言うてると思うんで、2、3日はか余裕あると思います。つまり6月1日はなくてその翌週ぐらいじゃないかなと僕は思いますけどね。公務員給与支払い延期などで7月下旬まで先送りが可能との見方もある。ただ共和党ではトランプ前大統領の勢力がバイデン氏との対決姿勢を鮮明にしており、事態がさらに悪化する懸念もあると。米国が混乱すれば相対的に安全とみなされる円買いが進み円高が進行する。円安を背景に業績好調な輸出関連企業が打撃を受ける恐れがある。さらに世界の金融市場をリスク回避の動きが金融市場にリスク回避の動きが広がれば、最近の日本株の好調を支えてきた海外からの流入マネーが引き上げられ、バブル経済後最高値を更新してきた株価は一気に落ち込む可能性もある。ある市場関係者は円安で下駄を吐いた分米国株より日本株は下げると見る。ドル、米国株に加え米国債も下げる。トリプル安になれば事態は深刻だ。野村総合研究所の小林読めへん音で読みますと東 A ですね。登るにイングリッシュ A ですね。東 A、信秀でしょうかね。エグゼクティブエコノミストは5月中に合意できれば影響は軽微だが、議論がもつれると打撃は大きくなると警告するというので、この記事は終わっております。基本的に日本国内には申しました通りですね、楽観論が広がっていますが、私はデフォルトするんちゃうかなと思っています。その理由はですね、ちらっとここにも出てきました通り、共和党の中のですねトランプ派というのがかなり強硬なんですよ。で共和党の要求は4兆ドルですね、財務を削減しろと、財政支出を削減しろと、10年にわたりですから、まあ1年にですね4000億ドルなんですけど、そうですね、4000億ドルんな大したことないですかね。大したことあるか、1年で60兆円かなりの財政削減を求めてるんで、これに対してバイデンはですね1兆ドルでどうって言ってるわけですね。1兆対4兆の差があります。でこれでもお前らいい加減妥協せよというふうにバイデンは共和党に申し入れてるんですけども、実は共和党のマッカーシー上院議員、下院議長ですね、すいません下院議長です、下院議長もですね一存では決められないんですね。再々申します通りですね、アメリカの政党というのは日本の政党と違ってですね、党首の権限、党首というものはいない。党首に代わるものとして大統領がいたりですね、議長がいたり院内総務がいたりするんですけども、今の共和党はですねマッカーシー下院議長が、まあ、トップといえばトップなんですけど、まあ、緩やかなトップでですねこう統制権はないわけですよ。日本の場合ですね、自民党であればですね、総裁である岸ちゃんが、公正って言うてですね、それ言うこと聞かへんかったら、除名やって言えるでしょ。それがないんです。それがないんでですね、マッカーシーさんの一存で、その1兆ドルでその話を飲むというわけにいかないんです。で、4兆ドルっていうのもふっかけすぎなんでね。当たり前ですけど。んで、じゃあ適当にじゃあ、えんって 1.5 兆ドルで飲もうやと。
で10年とか言うてますとですね、そんなんうやむやになるわけですよ。バイデンさんの任期はあと1年半しかありませんから、あと予算は1回かな組むだけでしょう。適当なこと言うときはいいわけですよ。でもですね、そこで妥協できないとですね、ずるずるとですね、時間がなくなってデフォルトということになる可能性が十分に私はあると思っています。というのは、共和党は妥協することによるメリットよりもですね、妥協しなくてでデフォルトさせてしまった方がですね、自分たちに有利なんですよ。バイデンあかんやんという印象になるでしょう。そうすると来年の大統領選挙で共和党の候補、まあ誰になるか分かりませんけども、共和党の候補の方が有利になるという計算が働くんで、ちょっとやそっとでは妥協しないと思うんです。1兆と4兆って離れてますからね、ちょっと間を取って2兆でしょうやというわけにはなかなかいかない、と思います。この産経新聞のアドレス貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。